それでは一島真由里選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。それではまず最初に、自己紹介していただきましょう。そうですね、じゃあ当番の若い柴田選手から。はい、登録5100足の群馬支部の柴田入です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて登録5117番の福岡支部船越桃奈です。よっ。じゃあまあせっかくですから、まあもう何回も聞かれてるでしょうけど、なんでボートレーサーになったか、ボートレースの出会いのきっかけをじゃあ、はい、柴田選手から。ボートレース出会いのきっかけは、父がボートレーサーだったんで、その姿ずっと見てて、でいつかお父さん超えたいなと思ってて、本格的に高校高2ぐらいから目指し始めました。かっこいい。お父さん超えたいなと思った。めちゃくちゃかっこええな。お父さんはどなたですか？柴田光3号3人の。びっくりしてますやんか。めっちゃびっくりしてますやん。初めて知った。衝撃。一緒に会ったことある？あるある。何回も一緒に。何回も。そうなんだ。すごいですね。でもお父さん超えたいって。超えれるんじゃない、ね、簡単に。簡単に言うたな。でもやっぱりもうボートレース、まあ、お父さんもそうやけども、やっぱりかっこいいというのが。そうですね、ずっとかっこいいと思ってました。お父さん幸せよね。女の娘さんにかっこいい仕事ついて父超えたいなって思われるなんてね。お父さんも優しい人だったからね。だけどね、超えるためにもシュッね、頑張ってもらいたいと。さあそして、船越選手。自分は、ボートレーサー養成所の説明会が沖縄でやってて、それにゲストで武井奈美さんが来てて、それを見てかっこいいななろうと思って。あ、武井奈美選手もね、他の上におる時と水面全然ちゃうんですね。僕は水上のグレムリンって名付けたんですけど、グレムリンって知ってる？こうアメリカ映画でこんなちっちゃい動物やねんけど、水を浴びたら化け物に変わるんですよ。でちょうどなんとなく竹になっちゃうし、イメージが違って。そうね、ありところが、僕もだいぶ根性持って水上のグレムリンって言うたんですけど、彼女も気に入ってくれて、なんかのイベントの時にグレムリンですって言うて、言ってくれて、いやよかった思って怒ってへんねやって。でもグレムリンっぽいやろ。あ、師匠の師匠師匠ちょっと言いにくい。はい、全然グレムリン全然可愛いです。いや可愛いよな。可愛い時は可愛いんでしょ。すごい可愛い。はい、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ぬいぐるみみたいな。でも二代目襲名できそうな感じだ、グレムリン。ところでお名前最初見た時びっくりしても、船越。沖縄だからじゃないですか。ね、すごい。沖縄に。沖縄全然いないです。沖縄全然いない。沖縄だからじゃないって言ったの。関係あれんから。同期の時びっくりしたね。よ、ってなんて読むのみたいな。最初読めなかったです。ね、はい、僕も最初こう男の目で追加で聞きやったと思うんですけど、その時になんて読むねんこれ。せっかく船の仕事して船越の船ちゃうんかいよ。思った記憶がありますね。親父が今日もありがとうございました。さあそれじゃあちょっとタコ紹介ということで、同期なので、船越さんから見た柴田選手、柴田選手から見た船越選手、ちょっと紹介してください。どうですか？柴田ちゃんが、なんだろう、すごいまっすぐで、お、なんか、なんだろう、自分私に訴えられても困るけど。いやでも、もうボートレーサーになったきっかけから父を超えたいっていう夢までも含めてまっすぐやもんね。ほんまにそうやって聞いた。本当になんか中学2年のサッカー部男子みたいな、なんか本当にまっすぐな、なんか突っ走ってなんか言ってるような感じです。太陽に向かって。はい、そうですね。すごいみたいな。すごい、はい、青春一直線、はい、あ、いいじゃないですか。すごいキラキラして。じゃあ逆にどう。いやそんなこと言ってますけど、船越氏も結構なんかのめり込んだらまっすぐ感じがします。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 めっちゃ面白いんで、ムードメーカーなんかで歩いてる時とかもこうピットで見てたら、確かにそのなんかこう自分の世界へ入っている時間とかある感じするもんね、はい、ちょっと喋りづらい時間が。
なこさん、うん、そんなことないですよ、ね、集中力高い、一節しか会ったことがないから分かんない前傾の日によしよししてましたよしよしってしてあげるえ、あの全選手の中で一番今あるんですよ、リエちゃんよりも小さい、谷川リエちゃん、あ、そうです、はい、どうですか、どっちかで高い方じゃないですか、向井さん選手の中では、はい、ボート乗るとしたら向井さん小さい方が良かったと思うんですか、小さい人はやっぱりいいなと思いましたけど、姉ちゃんにしょっちゅうやられてる時もそうですね、でもやっぱり小さい人は小さい人のこの手が届かないとかね、あ、そうか、ストロークがね、そう、後ろの方まで下がれないとか、かぶるときに悩みはあるみたいなので、それは大きな方が有利なのかな、で、まあ、でもそういう意味で言うたら、まあ、谷川さんもそうですし、まあ、っていうのがね、レースいっぱいありますから、自分の個性を大切にしてね、うん、できるところがそうです、ね、最大限発揮すれば、いや、絶対コロナ明けて開会式できたら一発で名前も顔も覚えられる個性持ってるからね、人気者になるでしょうね、で、まっすぐお父さんを超えるために、お父さんも真面目だよね、お父さんも真面目なイメージがある、ああそうか、真面目な感じ、はい、ボートレーサー以外ね、若干真面目じゃないかなって僕ら勝手に先入観で思ってますからね特に男子はね、そう真面目な感じがありますね、真面目な感じ、はい、さあということで、まあ、まだもう初勝利してる、いや、自分はまだしない、あ、まだしない、はい、任せてください、このカメラマンはね、もう初勝利取るために来てるようなもんですからミスター水神祭によるの、そう、ぜひあと2日、はい、水準さん目指して頑張ってもらいたいと思います、はい、じゃあ最後にお二方からフアの皆さんにメッセージください、じゃあ柴田選手から、今節ですか、いや、もう未来に向かってもいいよ、と父に少しでも近づけるように毎日努力して頑張るので応援よろしくお願いします、じゃあ倉本選手、今はまだまだ全然着絡んだりとかしてないんですけど、武井さん超えれるように日々頑張っていくので出てください、お願いします、ということで皆さんぜひ応援してあげてください、どうもありがとうございました、ありがとうございました。